騙されたコース。騙しコースかな。いや楽しそうだね。騙しコース。え、ちょっと待って、これは騙されるも何もない。これ一番最初に言った人の勝ちだ。あ、はいどうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきましょう。最近さ、 YouTube でね、検索画面があるじゃん。検索画面速攻にね、ピオキングって入れるじゃんね。そしたらね、その次に出てくるワードなんだと思う？キノピオなんですよ。ピオキング、キノピオ。敵を倒してゴールへ進め、そのまんまだね。シンプルで分かりやすいコース名だね。しかも怠慢だよ。よろしくルイージね、よろしく。オッケー、いいね兄弟。お、え、先譲ってくれるの？渡さねー絶対そういくと思った。まあ、敵を倒してだから、おそらく敵を倒さないといけないと思うんですよ。で、このキノコを取っていきます。敵いるでしょ。いやー、いっぱいいる、いっぱいいる。よし、ルイージ、ルイージ待って、次も出てくるでしょ敵が。なるほど、これはルイージ危険だぞ、これはルイージ危険だ。よし、オッケー、よし。で、次はなるほど、ハンマーブロスね。いいね、あはははは、倒せなかった。ちょっと待って、マジ強い。ルイージやられたね。おかげでルイージやられました。これはどっかにいる。くっ、どこらへんだ。早くルイージが来る前に。よし、来た。で、中間ポイントで、ここでアイテム取っていこうか。来たまあルイージもすぐ来るでしょ、鍵開いてるからね。今度ゲッチョウね。このゲッチョウ、うーん、ちょちょ、よし、うまい今ねマジで激うまじゃなかった。ルイージ、ちょっとね、これ下だな、これ多分下だよ。あ、上だったね。よし、早くないってか、ルイージ遅くない？これは、あ、これ多分どっかに鍵があるんでしょ。やった、来た。ちょっと待って、ルイージマジで追いつくから、早く。お前か、ここで連打でいけるから。いや、ルイージ来るでしょ、もう。早く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 、まだまだ、くっそ。いや、くっ、いや、よし、どっち、僕じゃん、来た、これゴールでしょ。よしよしよし、勝ったありがとう。いや、ルイージありがとう、いい勝負だったね。そしてこの話にはまだ続きがあるんですけど、あの Google とか Yahoo とかあるじゃん、そこにね、検索画面でピオキングって入れるじゃん。そん時にね、出てくるのがピオキング顔ってピオキング顔って出てくるんですよね。多分顔気になる方がピオキング顔って入れてるんだろうねこれは非常にいいコースっぽいね。アイテムいらないかもしれないね、これね。キノピオ、やった、来た。よし、これやられました。これチャンス、チャンスだね。よし、これこのままゆっくり行こうか。なんか1の2っぽいね、雰囲気的にね。なんかスーパーマリオメーカープラザーズ、スーパーマ、スーパー、もう何でもいいや噛みまくったからもう何でもいいや。よし、このまま渡っていきます。いや、アイテムとか取らない方がいいよキノピコ。ああいう時はね、多分アイテム取らない方が。いや、取っておいてよかった、マジで。次は、うわ、また鉄球あんのか、怖いな。どっかに入っていきます。これ勝てるでしょ、これきっと勝てるでしょ、これワンチャンあるよ。よし、チャップ、いいね、いいね、いいね。危ねえこれ危ない、早く来ておいてよかった。あそこ渡るの苦労すると思うんですよね。そして今度はパックン地帯、パックン地帯は、いいじゃん、いいじゃん。あ、待って待って、キノピオ待って、ここ危ないから。よし、もうゴールでしょ、きっと多分ゴールっぽいね。よっしゃ勝った、危なかった。もうパックン地帯絶対やられると思ったわ。え、なんかスパイクボールって書いてるんだけど、スパイクボールって、あ、やっぱりあの鉄球ね。まあまあ針の玉みたいな感じ針の玉みたいな感じだよね。うーわ、これはフラワー取っていきたいね、フラワー取っていきたいよ。キノピオ出して、キノピオ、もうそんな、うわ、やっぱり取るよね、やっぱり取るよね。もう出ない、出たー、やったやった。そして僕の今の部屋の前にね、雲がいるんですよ。ちょっと怖いんですけど、このままやっていきましょう。よし、これは、なるほど、もう鉄球、鉄球、やった、危ねえもうほんと危ない、もう、もうみんなやめて、もうみんなやめようね。よし、来た、熱い、これ熱いよ、これ下からでいいかな。やった、で、次下、よし、オッケーオッケー、なるほど、今度こっちか。で、ファイヤーボールね、あれで、このまま渡っていきます。うわ、これさ、もうみんなこっち来た方がいいよ、早く。もう被弾してもいいから早く来た方がいいと思うんですよね。僕だったら多分被弾して早く行ってます。これは弾出てくるみたいな、来たー、早く
よし、誰かも来そう、誰か来そう。よし、まだ誰も来てないね。熱い熱い、これマジで熱い。次はファイアボールいらない、ファイアボールいらない。ああちょっと待って、いや大丈夫、まだ勝てます。はい、まだ勝てます。で降りていく、そして右土管に入る。結構もうやられてるっぽいんですよねみんな。でここでゴール、やったいやー勝てたね、ありがとう。いやこちらこそありがとう。バーサスデザートリッチ、ちょっと待って、キノピオの動きマジヤバくない？今ヤバくなかった？あのキノピオ、なんかすごいな。どうやってするんだろう。うわ無理じゃん、無理なんだけど。あちょっと待って、そんなしてたら遅れたまあいいや、こんくらいハンデですよ、もうこんくらいぐらいハンデね。ね、キノピオも、キノピコもやられたしね。よし、これジャンプして渡っていきます。で今度右の、あいやいいねいいね、結構いい調子で進んでてますよ。でこれはちょっとね、うん待っておきましょう。うわこれバブル出る、あぶねよし次はこれヒップドロップ、いや何もしなくて、やばいマジでちょっと潰れた。ジャンプの、キノピオ早いな、やっぱさっきなんかすごいことしてたもんね。でジャンプ、よし負けました。えやられたの、いや熱いねこれ、いやめっちゃチャンスじゃん。よし行こう、このまま行きましょう。よし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 、あのキノピコがね次2番手に入ってきてると思うんですよ。でこのまま渡っていきます。うわちょっとやられたな、いや一回当たってもいいのがね優しい。僕最初あのカロンの甲羅がなかったらマジでやばかったね。ジャンプ、オッケー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 、早く早く早く行こうね。で多分あのキノピコもねやられたっぽいんですよ。いやマリオマジ早いな、うわマリオが早い、いやーマリオ1位か、あ待って違うんだマリオ、リーちゃん。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。